じゃあさ、今から今日またプレーオールゲームをやるけども、先週やったのは何をするかっていうことを宣言してやって、はい、今回はさっきやった相手に何をさせるか、自分が主導権を持ってやる、はい、だから自分からアクションを起こしてやるっていうことで、当然あそこではパソコンのところでは宣言をしてやらないといけない、はいね、じゃあどうぞ、カメラに向かって何をするか、1点5ステップはい、いいよ、引いてねえからいいよ、ザビーは1回目はダイレクトアタックで来るはずです、ですからむしろダイレクトアタックを行くために大きく出て切り返していきます。お願いします。はい、お願いします。はい、あれダイレクトで来ると思ったんだよな。でも今1.5 ステッププレパラーションっていう、考えがあったんですけれど、こっちも聞こえるようによ、はいはい、どんな考え、だからプレパラーションって言ったんですけれど、プレパラーションのステップして見えて入ったんですけど、いいですか、いいよ、だからさ、でも本当はプレパラーションする、だからそれでお互いが作戦通りいかないときあるじゃん、はい、そしたらそれでも試合継続するんだから、それは全然問題ない、はい、OK、 同じステップ切り返しアクティブタック、大きく入ってザビーに切り返しをさせます。で、当然私はつなげます。ダイレクトアタックを打たせます。もう一度、ごめんなさい、2ステップで入りまして、ザビに、シュラプレパラーションを打たせます。ゆっくり2ステップで入って繋げようとしたんですけど、
今日見てこうしたんですけど、うん、本当は関さんを2ステップで、うん、あのゆっくり入って、うん、ゆっくり入るから触る、うん、いや俺実はね、はい、2ステップでわざと2ステップで入ってザビーが 1.5 で打ちやすいようにしたつもりだったんだよ、はい、うん、ちょっと下手だな俺も、はい、ワンステップの切り返し大きく見せて、うん、ダイレクトに行くというふりをして、切り返しをさせてつなげます。ダメだ、取れるストップ見せて、取れるストップ見せて、アタック入るか、取れるストップしてプレパラーションします。今ポイントを取ったのでセオリー通りポイント取られるまで同じことをやります。またゆっくりしたステップを見せて、うん、あの切り返しする雰囲気を出して、うん、ラザビが、はい、うん、本当はあのトレールストップみたいにしたかったんですけれど、トレールストップして僕が、うん、あのアタック取れるようにしたかったんですけれど、うん、B プランがその、うん、あの多分ドキさんもう一回来るかなって思って、うん、まあ、ゆっくりなステップで切り返しするかトレースするか、お見事、その通り、これもう一回一緒なことでいこう、はい、うん、まいった、はい、どうぞ、ちょっと質問あるんですけど、はい、ちょっと僕、うん、難しいのが、うん、その自分で継続するのと、うん、あの土肥さんがさっきやったのを組み合わせるのが、うん、さっき土肥さんが使ったものを頭に入れていいんですよ。全然問題ないよ、はい、全然そのためのファイティング、はい、ツーステップアタックつなげる、同じ入り方をしてアタックを打たせます。ああ、読みが良かったのにな。